皆さん、こんにちは。片淵まこです。すっかりこの真っ暗な背景もお馴染みになったかと思うんですけれども、本日は9月に出演させていただきます舞台公演いちごのですね、公演情報を雑談堂としてお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。片淵まこの雑談堂始まります。ということで、最初ちょっと雑談なんですけれども、皆様何かお気づきではないでしょうか。とはいえちょっと背景が真っ黒なので完全に同化してしまってると思うんですけれども、そうです、私髪を黒くいたしました。あの、地毛が真っ黒なので地毛に戻したという色合いになったんですけれども、結構茶髪だったんです。実はブリーチせずにできる限界まで明るくしてくださいって頼んでいて、ブリーチせずにできる本当に限界まで明るくしてもらってました。赤茶、オレンジのオレンジシャンプーずっとしながら赤茶を保ってきた2年間だったんですけれども、2年ぶりに髪が黒くなりまして、1週間ほど経って今やっと見慣れてきました。もうずーっと見慣れなくて、お化粧とかもさ、どうしたらいいんだろうみたいな気持ちで結構試行錯誤してたんですけれども、意外と何かを特別変えるっていうよりも血色感だな、黒髪ってっていうことに気がつきました、最終的には。やっぱり髪が黒いとね、なかなか顔色が白く見えちゃう、悪く見えちゃうというか。茶髪の時はね、髪が明るいので、あまり、気にならなかったんですけれども、顔色があまり、あれ良くないのって思うことが増えてしまいまして。それを結構、チークを私あんまり入れない派だったんですけど、割としっかり入れても全然違和感がないなということに黒髪になってから気がつきました。そんなわけで、黒髪になぜなったかと言いますと、私、あ、もうこの動画出る頃には今月ですね、9月に舞台に出演をさせていただきます。今日の雑談堂は、その舞台について詳しくお話ししていきたいと思います。ちょっとカンペを見ながらお話しさせていただきます。まず舞台公演なんですけれども、スイカ島さんというですね、劇団さんの第10回公演、いちごというタイトルになります。日程についてです。日程は9月の21日木曜日から9月の27日水曜日ですね。各1日2回公演の日もあれば、お昼だけの日というのもありますので、ちょっとタイムテーブルこの辺に貼っておきたいと思います。そして各回のゲストの方というのも非常に魅力的な方ばかりですので、ここに貼っておきたいと思います。なんて便利な言葉なのかしら。そうなんです。各回ごとにですね、とても重要な役柄にゲストの方がいらっしゃって、やっぱりゲストの方がいらっしゃったり、役者が一人変わるとまた作品の雰囲気も変わるかと思いますのでね、ぜひいろんなゲストの方も見てほしいな、などと思いつつ、料金のご案内です。料金は前売り券が5200円、当日券が5500円となります。劇場は小劇場 B1 というですね、下北沢のタウンホールという、イメージ的には区民館みたいな場所の、ちょっと地下、一階下がったところになります。私の舞台を見に来てくださったことがある方だと、パンパンジャモの花ジャモのというですね、天然ポリエステルさんの公演に出演させていただいた時と同じ劇場です。ホールになってるので、綺麗なホールです。お手洗いも綺麗です。これ意外と大事ですよね。
そしてチケットのお申し込みについてなんですけれども、概要欄に貼らせていただきます。概要欄にご予約フォーム、私扱いに自動でなるご予約フォーム貼らせていただきますので、ぜひそこからご予約いただければと思います。そして一番気になるところですね、あらすじちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず、スイカ堂さんのホームページに載っているあらすじです。軽井沢の別荘地で一人暮らす老女の森の久子。しかし怪我をしたことで、以前から高齢の母の一人暮らしを心配していた娘夫婦に引き取られることになる。孫の舞に手伝ってもらい、軽井沢の屋敷を片付け始める久子。久子が大切にしている手作りのブローチがあり、誰が作ったか知りたがる舞。舞にせがまれ、久子は不思議な物語を話し始める。その頃、私は久子ではなく、タエだった。久子さんは私の憧れの人だったんだよ。昭和40年、終戦前の軽井沢で、二人の少女が始めたごっこ遊びが、大人たちを巻き込み、ねじれ、歪んでゆく。というお話でございます。いやー、あらすじの時点で、とっても面白そうですよね。私はもう、秋野桜子先生の、ずーっと大ファンなので、この世界に、自分が出演できることっていうのが本当に嬉しく、恐縮でもあり稽古でもまだ全然緊張してしまうんですけれども、秋野先生の世界観っていうのは何よりもまず美しい日本語、この昭和40年にこう物語が戻りながら進んでいくんですけど、やっぱりね、その昔の日本語っていうんですかね、もちろん今の喋り言葉も素敵ではあるんですけれども、ちょっと文学的な喋り方だったりとか、そういうのがすごく味わえる。朗読堂をお好きな方は絶対に好きな、すごいためだったでしょ、絶対好きな世界観なんじゃないのかなと思っております。ま、今の令和の時代と昭和の時代のお話と、いろんな物語がこうクロスするような感じなんですけれども、私の役どころは昭和40年の方に出てくる役ですので、こんな感じの黒髪になりました。結構個人的には、あ、こういう役なんだっていう、あまり今までやったことないんじゃないのかなっていう雰囲気の役だと思います。なんか今までにやったことのない人間らしさ、感情の奔放さみたいのがありまして、まだこう稽古で探り探りっていうか、自分の中でもっと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 って思いながら挑戦している役でございます。なので今まで私の舞台でのお芝居を見てくださった方も、お？ってちょっと思ってくださるんじゃないかなって思いますし、そして朗読堂でね、しっとり語らせていただいたりとか、あとはこうしてね、この完全な素の状態の雑談堂、ゆっくりお話しするような雑談堂っていうところで私を知ってくださってる方も、おってびっくりするとは、びっくりするかな、どうだろう。で、この秋野桜子先生の美しい世界観にですね、演出の加納さん、花組芝居の加納さんという方が演出なんですけれども、ものすごくカラフルな、ものすごく色彩豊かな演出を加えてくださるんですね。なんかどん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 登場人物のカラー、色もすごく濃くなっていくし、物語としてもこう
まあ、当然なんですけど、いろんな展開があるんですけど、その一つ一つの展開の色合いっていうのがものすごくビビッドになるようにというか、本当に感情っていうものが色鮮やかになるような演出をされる方だなぁと思って、ものすごく面白いです。自分も本当に早く早くついていきたい、もっとちゃんとついていきたいっていう気持ちで毎日お稽古をさせていただいております。そして出演者の皆様も、もう大先輩ばかりなので、もう当然っていうかもう今更私がこんなこと言うまでもないというぐらい、本当に素晴らしい役者の大先輩の方たちばかりなんですけれども、とにかく、お芝居が皆様素晴らしすぎて、もうなんか、なんだろうな、皆さんが喋り出すだけで嬉しくなるというか、人間としての濃密さが見えるんですよ、皆さんのセリフから。だからなんか、あったかさもあり、ま、そうじゃない役もありつつなんですけど、すごくね、もう誰が喋っていても嬉しいというか、わあ、この人のセリフもっと聞きたいというか、どうやって喋ってるんだろうって、私は毎回もう稽古のたびに、カッて見てしまうぐらい、本当に皆様素敵なお芝居をされる方ばかりでございます。なので、演劇として、作品としてももちろん面白いですし、お芝居として演技を楽しんでいただくという点でも本当に面白いです。もう稽古の段階で確実に面白いです。なので、もう本当に一人でも多くの方に見ていただきたいなって思える作品でございます。そう、まだ稽古の段階ではあるんですけれども、本当にスタッフの皆様も素晴らしくて、ですね。まあもう本当言わずもがな、このフライヤーの時点でも世界観がやっぱりすごくしっかり構築されていて美しいですし、稽古の段階で今一番私たちも触れているのは音、BGM だったりとか、あの音響効果だったりとかなんですけれども、音の部分でもものすごく世界観がね、うわぁ、こうなんだ、というか、登場人物、役者としている中でも、うわぁ、なんか、フライヤーの絵と混ざり合って、この脚本の言葉とも混ざり合って、なんて、もうなんか、カラーが本当にとにかくしっかり、ギュッて詰まってるんですよね。なんか本当に私の今回のこの作品のイメージは色があるような印象っていうのがすごくありますね。お客様に本当に見てほしい、本当にこの世界にぜひ巻き込まれてほしいって思えるような作品でございます。また B1 のあの二面舞台なんですよ。客席が二つ面があってね、そこで見るっていうことにもすごく大きな意味がありそうな、一つの視点じゃなくて二つの視点で見れるっていうところにもね、なんかすごく味わいが絶対にあるなーって思える、そんな作品でございます。結構もう興奮状態でお話ししてしまったんですけれども、もう伝わってますでしょうか、この魅力。もう稽古の段階でずっと私鼻息が荒いです。いろいろねお稽古でお手伝いさせていただくこともありつつみたいな状態で皆さんのお芝居を見てるぐらい、本当にねちょっとオタクとしての人格が顔を出さないように、もう真面目な顔して頑張ってます。もちろんね、自分の役柄ももっともっと魅力的にしていきたいなと思いますし、カノさんの作り上げる世界にもっともっと染まれるようにというか、しっかり求めていただいてることに応えられるようにもっともっと頑張っていきたいなという段階ではあるんですけれども、
あと、この動画が出る2週間後？ん？ 3 週間後？かな？から、舞台が始まりますので。ぜひ皆様、概要欄からですね、気になっていただいた方はご予約をぜひいただければと思います。と、土日のお席がやっぱりどうしても埋まりやすくなってしまってますので、土日をご検討の方はちょっとお早めにご予約いただいた方がいいかもしれないです。あとは直前になるとご予約が混み合ってしまうこともあるかと思いますので、もしご予定がお分かりでしたら、お早めにご予約いただくのが一番確実かなと思います。もう本当にね、ぜひ生で見てほしい。ぜひ劇場で、あの二面舞台の中で本当に見てほしいって思える作品です。もう伝わったかな？伝わってるといいな、この、ここの作品に参加できているという私の嬉しさ、興奮、そして本当にいろんな人に見てほしいと思えるとても幸せな現場でございます。随時舞台の情報だったり稽古の様子などについてはですね、聖火塔のインスタグラムもありますし、私個人のインスタグラムだったりとか、ツイッターでも更新をさせていただいておりますので、ぜひツイッター、インスタもですね、チェックしながら、あ、今こんな感じになってるんだなとご覧いただけますと幸いでございます。ちょっとね、もう日差し的には割と残暑ぐらいかなと思いつつ、だんだん今度は湿気が出てきてしまってね、なんか歩いてると、あれ今日そんな気温高くないなって思うけど、立ち止まるとどっと汗をかくみたいな、そんな気温になっておりますので、皆様引き続き暑さにはお気をつけて、まだまだね、ポカリとか持ち歩いた方が良さそうな気温が続きそうなので、本当にどうにか、こうにか夏を乗り切っていきましょう。そして9月の舞台、まあこの頃もまだ、暑いんだろうなぁとは思うんですけれども、ぜひですね、ご予定の合う方はいらしていただけますと幸いです。ちょっと舞台の公演中、もしかしたら朗読の新作はお休みさせていただくかもしれないので、ちょっとそういった告知なども随時コミュニティでさせていただきますね。再編集の長編とかはできればいいなとは思うんですけれども、ちょっとなかなか稽古がバタバタしてしまうと、もしかしたらということもあるかもしれないので、舞台頑張ってるんだなぁとその時は思ってください。過去に上げた動画もですね、一つ一つ大切に収録させていただいてますので、ぜひそちらも何度も聞いて楽しんでいただけますと幸いです。ということで、この動画見ていただいて、舞台行ってみたいな、まあ、行けないけどすごく気になったな、片淵楽しそうだなと思っていただけましたら、ぜひ高評価お願いいたします。あとはチャンネル登録もぜひお願いいたします。片淵まこの朗読堂では今年チャンネル登録者数1000人目標としておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただけますと、今後の励みになります。ということで、ぜひ来てくださいね。本当に魅力が伝わったらいいな。なんかネタバレにならない範囲で。ってなると、もっと話したいなーっていう気持ちではあったんですけれども。ぜひ、ご検討いただけますと幸いです。朗読堂もぜひ、これからも楽しみにしていてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。片淵まこでした。またねー。